もう一回やり直し。仕切り直してテイク2。かわいそうな白豚姫。こうして白豚姫は漁師に森の奥へと連れて行かれてしまいました。漁師さん、どうしたの？ダメだ、やっぱり私にはできない。白豚姫、今すぐお逃げください。え？私はお妃様にあなたを殺すよう命じられました。まあ、お母様に。はい、でも私にあなたを殺すことなど。だから今のうちに遠くへ。でも私を逃がしたということがバレればあなたの命も。いいんです、私は一介の漁師、あなたはこの国の大切な宝。ざっと膝のついて。白豚姫、どうかご無事で。漁師さん、ズッキューン。ありがとう漁師たん。こうして漁師は森のハンターでありながら、白豚姫のその笑顔に心をハンティングされてしまったのでした。されてねえよ。疲れた。いや本当に、あ、もうどれくらい歩いたかしら。日が落ち始め、薄暗くなってきた森の中、それでも白豚姫は一歩でも城から遠ざかろうと歩き続けましたと、そこに一軒の小屋が白豚姫の前に現れたのです。ごめんください、どなたかいらっしゃいませんか？留守みたいね。よいしょっと。おい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 、重くそ不法侵入だろうが。ほっといてよ、母親に裏切られた私に失うものなんて何もないんだから。どこのヒルドラヒロインだお前は。分かってあげなよ、どの家庭も要みたいに母親とラブラブだと思ったら大間違いなんだよ。大間違いはおめえだろうが。俺んちだってラブラブしてねえよ。いや、間違ってんのは要っちだ。許されんぞ、血のつながった母親とそんな。おめえも何を聞いてたんだ。赤面パンチ。ちょっとみんな話が進まないじゃないですか。次は、疲れた白豚姫が3つの小さいベッドを並べて。で、お、あ、3つ？あれ、小人ってシュン一人じゃなかったっけ？ああ、うん、そうなんだけど、やっぱりシュン一人じゃ心細いかなと思ってさ。さっき森歩いてる時、助っ人を頼めそうな人にメールしてみたんだよね。お前このメルヘンな世界で携帯はやめろよ。メルヘンのメルはメールのメルです。ドン。っていうかユータン、助っ人って誰に連絡？あれ、こうちゃん、僕らが住む家ってお菓子の家じゃないの？当たり前だろアキラ、ヘンゼルとグレーテルじゃないんだから。ね、チョコバナナ。東先生って、あれ、なんか東先生は赤くないですか？あ、今回小人役での特別出演ということで、お二人には高校時代の姿で参加していただけるようお願いしました。どんだけ融通きく体だよ。え、そういう掟破りしていいんですか？メルヘンの変は変化球の変です。ドン。おい、ちょっと待て待て待て、いくら人手不足だからってなんでチョコバナナなんだよ。俺は反対だぞ。ごめんね立花君、文化祭の時はアキラが嫌な思いさせちゃったみたいだけど、今回はちゃんと頑張るから。うん、あの時のことは僕も悪かったなって思ってるんだ。君の身長ばっかりいじってさ。え、髪型だってツッコミどころ満載だったのにね。満載じゃねえよ、つかどこもボケてねえよ。今日は僕、白豚姫と髪型の愉快な仲間たちの一員として頑張るよ。だから髪型は呼ぶんだ。こんな状態でちゃんと劇できんのか？大丈夫だよ、アキラさん今日はたまたま背ちっちゃいけど。そうそう、可愛いふりして割とやるってね。なんかすごい腹黒い意味に聞こえるんですけど。はぁ、
今日はもうクタクタ。今夜はここで休ませてもらいましょう。森の奥で見つけた小さな小屋、白豚姫は三つの小さなベッドを並べ横になりました。とそこへ山仕事を終えた小人たちが戻ってきました。ただいま。お腹すいた。こうちゃんご飯。あれ、僕らのベッドで誰か寝てるよ。本当だ。ん？この女の子もしかして。あ、ごめんなさい。もしかしてここはあなたたちのお家ですか？すみません、疲れていたのでつい。いえ、平気です。そんなことより、あなたはもしや白豚姫様じゃないですか？ああ、本当だ、本物だ本物。こら、アキラ。ああ、白豚姫、あなたのように一国の姫様ともあろうお方がなぜこのような場所に？あ、いや、はい、実は。白豚姫は訳を話しました。すると、なんてひどいお妃だろう。白豚姫、ここでよければ僕らと一緒に暮らしませんか？誰が訪ねてきてもあなたはいないと答えましょう。ありがとう、本当に助かります。うん、みすみす殺されてやることないよ。背の高い白豚姫を妬むお妃なんかにさ。いや、身長が原因って言ってないから。ひっ。あら、やだ、誰か美しい私の噂でもしているのかしら。確かに嫌ですね、今のくしゃみ。カトちゃんみたいで。で、黙らっしゃい。さあ、邪魔者も処分したことだし、今日は久しぶりにこの美貌に酔いしれるわよ。バサ。鏡よ鏡、この国で一番美しいのはどこの誰？はい、それは白豚姫です。白豚姫？何を言ってるの？あの子はもう死んだのよ。いいえ、白豚姫は死んでいません。今も森の奥で小人たちと楽しく暮らしています。なんてこと！両娘しくじったわね。もう我慢できない。こうなったら、テクテクマヤポン、テクテクマヤポン、おばあさんになれ。テクテクマヤポンって、千鶴さん、それはちょっともう世代によっては伝わんないっすよ。バカ者！もはや伝わる伝わらないの問題ではないのだ！バタン！よーし、パーペキ、老婆に変装した私が毒リングを持って、白豚姫め、この私を怒らせたことをあの世でたっぷり後悔させてくれるわ。